こんにちは、かちゃんです。ピオチャレのロコです。ピオチャレ、キジヒコです。よろしくお願いします。お願いします。今日なんですけど、うん、相談がありまして。何何、はい、初めてエイブレードのオープン大会っていうのに出場してみたいなと思ってるんですよ。ピオチャレさんからベイブレード教えてもらって、はい、1ヶ月も全然経ってないんですけど、すっかりベイブレーダーにかなりハマっちゃいまして、ね、オープン大会があるってことを教えてもらって出てみようかなと思うんですよ、うんうん、でやっぱ出るからには1回でもいいので勝ちたいなっていう気持ちがあって、うん、ちょっと今回は改造のアドバイスとか、はい、実際にそういう強い方たちと戦って経験を積みたいなって思ってるのででもあんまり勝ったことないけどでも僕はもう本当に大会もまだ僕は初心者なの でベイブレード歴も僕より長いので、うん、ぜひ教えていただきたいなと思ってるんですけど。よし、やろうぜ。みんなでバトルしてみましょう、はい、うん、これ絶対強いよって感じでちょっと組んでもらったんですよ。強いわ。実際に使ってみて、うん、プラスでもしなんか変えるべき点とかもあれば、うん、ぜひ教えていただきたいなと思ってます。わかるかな、わかるかな、わかるかなじゃあ、それでは1つ目のベイを出してください。はい、はい、これです。なんだって？アクバハムートゼロスターアトミックです。おお。キジヒコはスプリガンレクイエムゼロバンプベアリング。あ、これはもう大会でかなり使ってる人が多そうな定番の改造ですね。すいません、セブンスターでしたよし、これは相手が左だから、はい、これも左に変えよう。おお。レディーセット、スリーツーワンゴーシュン。さあ、およーし、やーベブレイ、やー、もう2ポイント取られちゃう。スプリガンレクイエムの2ポイント。それでは2つ目のベイを出してください。はい、じゃん、よし、あー、そいつ、いやー、おースプリガンレクイエムゼロバンプベアリングです。おー、今度はかっちゃんが、確かに、ベイを。エンペラーホルネウス、セブンアンダーアトミック。おー、回転どうしようかな。左回転にします。スリー、ツー、ワン、ゴーシュン。これは結構2人とも低速で、あー、ぐらついてる。これはあれ、ホルネウス、ホルネウス、あー、イエーイ。今、キジヒコが2ポイント、カッちゃんが1ポイントです、はい、それでは3つ目のベイを出してください。よし、こう、僕の方はディープカオス、フォーメテオ、ヤードです。キジヒコはディープカオス、ツーグレイブオービット。おー、スリー、ツー、ワン、ゴース。さあ、この神のチップがカッちゃんの、はい、青色のチップがキジヒコ。そう、さあ、やば、でもヤード傾きすぎると怖いんだよな。あ、わからない。あー、キジヒコの勝利ということで、はい、3対1で、うん、今回はキジヒコの勝利でした。いやー、大会だと おしまいなんですか。おしまい、悲しいな。ブレーダーロコに選手を交代します。それでは1つ目のベイを出してください。じゃーん、よしこー、おー、ツインネメシス、ゼロバンプヤード、ディープカオス、フォーメテオ、ヤードです。おー、ヤード対決だ。ヤード同士、ヤード同士、ヤード同士。おー、はーい、スイッツーワンゴチュー。いやー、やばい。さあ、あ、加速したね、ヤードが今。さあ、怖いな。時給だとちょっとやばいかも。あれ、ボトチップ一緒じゃない？神だって。あ、ほんとだ。お、いけ、ネメシス。今の当たりはかなり弱くったんですよね。ディープカオス、ネメシス、やったー、ツインネメシスのバースト勝利だ。私の相棒、ロコ2ポイントゲット。それでは2つ目のベイを出してください。じゃん、じゃん、ドーン、うわー、エンペラーホルネウス、セブングレイブリボルブ、スプリガンレクイエム、ゼロバンプベアリング。あー、これは強い、強い、これは強いぞ。これはロコは全力で行くしかないのか。そうだね、左回転で。おっと、おー、セット、スイッツーワンゴーシュー。さあ、さあ、これはなんだ、バースト狙いか。あー、当たっている、ロコのベイが結構当たっているぞ。うん、さあ、いい感じでバーストできれば勝利ができるが、相手はベアリング。厳しい。
ひひひひ。また最終レーンがブルーポイって、そんな感じする、そんな感じする。いけ、こい。ああ、これはスプリガンリクエイトのスピンフィニッシュ。やっぱり強い。かっちゃんが1ポイントゲット。それでは3つ目のベイを出してください。ドーン。おお、いや、これ怖いな。ドーン。コメント欄で、視聴者さんがちょっとやってみてくださいって教えてくれた改造なんですけど、はい、ウィニングヴァルキリー8ボルテックスエクストリーム、エクストリーム、アークバハムートセブンスターアトミックです。かなり強いタイプの違うベイで、これはロコは一気に攻撃を仕掛けてくる。怖い。セット、スイッツーワンゴーシュー。当たるか。あっ、いけ。ガンガンくる。強い。ロコのバースト勝利、2ポイントゲットでロコの勝利。やられた。視聴者さん、ありがとうございます。すごいね、こいつ強い。こいつ強い。こちらなんですけど、今ピオチャレさんにアドバイスをいただいて改造してみました、はい、強くなったのか試してみたいと思います。スインネメシスが入ってる。そう、ライカの趣味で入ってるみたいな、もらったのでそれを組み入れてみました。はい。おー、それでは一つ目のベイを出してください。よっしゃ。おー、 それは厄介だな。ツインネメシス、セブンスターオービットです。スピリガンリクエイム、ゼロバンプベアリング。おー、 厄介だなそいつは。勝てるのかな、スピリガンリクエイムに。怖いから左回転に行く。ツイッツーワン、ゴッシュ。どうだ、ネメシス頑張れ。すごい、めっちゃ当たってる。うわー、いやー、やっぱりこれ強すぎるよ。まさかバーストさせるとは思わなかった。気を取り直して2つ目のベイをお願いします。せーの、はい、あーあーあー、それは辛いな。スピリガンレクイエム、ゼロバンプベアリング、エンペラーホルネウス、セブンアンダーアトミック、スリッツーワンゴースト。あ、やばい。おー、これは対照的。吸収されているのか。ホルネウスが吸収してる。吸収されている。違う。おー、あ、ついてる。あれ、うーん、おー、最後で粘ってくれた。強い。ということで、キジヒコが2点、バーサスカッちゃんが1点です。はい、それでは3つ目のベイを出してください。ドーン、ジョン。おー、エンペラーホルネウス、ツーメテオヤードです。ディープカウス、ツーグレイブオービット。おー、スリッツーワンゴッシュ。おー、どうだ。もう反転してる。これはどうなる。あー、痛い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 。おー、うん、わー、あー、ディープカウス傾きすぎだぞ。やばい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 。おいおいおい、 お前何しとる。おー、ドロードロードロー、スリッツーワンゴッシュ。おー、やったやったー、ディープカウスバーストしてしまった。2対4でカッチャの勝利。イエーイ、負けたー。くっそー、負けてしまったのでロコに変わります。それでは1つ目のベイを出してくれー。じゃあ、おお、スプリガンレクイエム、ゼロパンプベアリングです、はい、おー、いきなり来たー、エンペラーホルネウス、セブングレイブリボルブ。よーし、セット、スイッツワンゴッシュ。いけ、ホルネウス。おー、あー、すごい当たりだ。おお、ホルネウスのメタルのレイヤーですごい当たりだぞ、うん、だから重さはスプリガンレクイエムの方が重かったような気がする、うん、そうなんですね、うん、すごい。こっから持久戦、なんか、うん、持久戦ではまだわからない。ここから、やだ、ブルーポイントいってスプリガンリクイムの勝利。かっちゃん1ポイントゲット。強い、負けなしだよね、この改造は。強い。それでは2つの目を出してくれ。はい、じゃんじゃん。さあ、お、はい、これはさっきのやつ、うん、ウィニングヴァルキリー、はい、8ボルテックスエクストリーム、おー、ツインネメシス、セブンスターオビット。おー、かっちゃん変えてきたね。これは時給になった場合は確実にツインネメシスが強いな。確かに。セット、スイッツワンゴッシュ。お、お、逃げろ。逃げた。あ、なんかうまいこと逃げられた。これこれはツインネメシスがうまく逃げた。くそ、エクストリーム、ここからはちょっと不利か。うわー、粘
張れ。さあ、かっちゃんは逃げる。外周逃げる。イエーイ。これはツインネムシスの圧倒的なスピンフィニッシュでかっちゃん1ポイントゲットで2点。イエイ。それでは3つ目のベイを出してくれ。じゃんじゃん。おー、ツインネメシスゼロバンプヤード。おー、お花エンペラホルネースツーメテオヤード。おー、ヤード同士のヤード対決。セット、セッツランゴシュ。さあ来た。うわ、けー、激しい当たり、やばい。あー、よっしゃー。俺はバーストでロコが2ポイントゲット。あー、ということは2対2で、おー、もう一度順番を変えて勝負だ。はい、よし、それではベイを出してくれ。ドワーン。じゃーん。なるほど、もうじゃーん。かっちゃんがスプリガンリクエム出すと分かっていて、ロコはウィニングバルキリーでアタックで攻めに来たか。はい、スプリガンリクエムゼロバンプベアリンクです。ウィニングバルキリー8ボルテックスエクストリーム。よし、さあ行くぞ。セット、スイッツマンゴーシュッ。おっきた。おっと、あと少しで弾かれた。もうちょっとで弾かれそうだった。あ、さあ、あ、ここからエクストリームは辛いか。厳しい。あ、さっき出せそうで出せなかったから、ちょうど壁があった。なぜウィニングバルキが緩かった。あ、イエーイ。あー、かっちゃんの勝利。イエーイ。いやー、新しい改造でいろいろ勉強にもなりました。最初は勝てたのに2回目は負けてしまった。負けてしまった。俺なんかもうストレート負けだよ、うん、この教えていただいた改造で、うん、ちょっと大会に初めて挑んでみたいなと思います。頑張ってください。大会頑張ってください、はい、楽しみです。そっか、レベルチップがもらえるんだ。そうなんですよ。楽しい。いいな。勝てればですけどね、35人中の3人なので。あー、結構狭き狭いね。はい、かっちゃんとちょっと変わったスタジアムで、はい、バトルをしてる動画も撮ったので、はい、概要欄にリンクが載っているのでぜひ、はい、そっちの方も見に来てください。ピヨチャレさんのチャンネルです。はい、お願いします。お願いします。バイバーイ。